ケンチです。今回は難波駅に来ております。そう、先ほど飲んでまして、飲んだ後はさあ何でしょうか。うん、ラーメンでしょう。そう、久々に金龍ラーメンで、なんかもう締めのラーメンっていうのをしたいなと思って動画撮っております。今の時間帯結構ね、もう店閉まってるんですよ。今だいたい10時ぐらいですかね。10時ぐらいの難波はこんな感じです。で、前回から、前々回から、まあ、ちょっと前に金龍で飲んだ動画をアップさせていただいているんですが、持ち込み可能です。可能というか、これはあの店の方に聞いたんで、聞いてから OK ってもらってあの持ち込みしたんです。で、今回はその持ち込みお酒はしません。なんか飲んだ後の趣味は金龍ラーメンと、梅田からの帰りなんですが、そのまま家に帰りゃいいのに、わざわざここでまたなんか降りて、あの足が勝手にね、こう難波屋の金龍ラーメンに向かってるっていう感じなんですよね。いやー、なんか不思議な足やな。いや、カムクラもいいな。なんじゃこりゃ。あの、なんていうかな、店、ま、前来た時なかった店がもういきなりこういう大きな店があったりする。はい、ということで今回はこちら金龍ラーメンいただきます。マジか、閉まってるやん、閉まってるやんか。ま、え、閉まんの。なんか24時間やってないの。金龍ラーメンは24時間やってないところもありますと。サラリーマンの方々がやっぱ多いですよね。赤垣屋 NGK の横の金龍ラーメンは空いてるんではないでしょうかね。うわー、すごいにぎわってるわ。この時間帯に何杯空いてること自体が奇跡。もう10時ぐらいだったらもう寝てしまうというか、そんな空になってくるんですよ。その代わりに朝早いんですよ。12時寝ても、10時寝ても朝起きるのはなんか5時ぐらいとか目覚めるんですよ。そこから二度寝しようと思ってもなかなか寝られないという。いやー、なんかもう年取ったなーという瞬間ですけども、でも朝早く起きたら得することもあるんですね。どうでもいい話ばっかりしてすいません。っていう間に NGK の横にあります金龍ラーメンに来ました。うん、ここはね、24時間やってるんじゃないのかな。やってる、やってる。うん、OK。 うわ、めちゃめちゃ並んでるやん。金龍ラーメン並んでおります。よし、チャーシューラーメンの電子マネー、電子マネー、よっしゃ。まあ、今満席ということでちょっと並んでます。結構ここまでそこそこ並んだんですが、以上見ると誰もいてない状態というのはなんかちょっと損した気分になりません？人間様ラーメンどうぞ。9番です。すみません、席ありますか？あ、奥あります。14番です。はい、14番。ちょっとご飯お呼びしますんで、席の方でお待ちいただいていいですか？よっしゃ。よいしょ。はい、ご飯とニラとニンニクとキムチで14番です。次呼ばれるのは14番ですね。楽しみ。久々、普通にラーメン毎回注文するんですけど、今日はちょっと贅沢にチャーシューラーメン1100円です。もう今10時半ぐらいでしょうか。結構人通り多いです。金曜日っていうのがあるかもしれませんけど、人通り多いですよね。はい、はい、どうも。はい、靴を脱いでと。では来ました。めちゃめちゃいい香りします。ではいただきます。いや、チャーシューラーメン、このチャーシューめちゃめちゃ大きい。うん、
うまっ。ああ、美味しい。うまっ。このチャーシューの分厚さ、見てください、これ。ちょっとニラ。大盛りってないんですよね、これね。ニンニクを解放。これでさらに一気に味変。金龍のご飯ってめちゃめちゃ柔らかいんですね。で、柔らかいご飯は私好きなんですよ。硬いご飯より。ああ、ちょっと違う。キムチ、こっから第三形態の味変に行こう。チャーシュー半分以上がインバウンドのお客さんですよね。やっぱり歴史ある、昔からあるラーメン食べてもらえるとやっぱ嬉しい。まあ、これが美味しいとね、この味なんですよ。でこの香り、店内のこのなんかモワッとする香り、うん、とこのスープをご飯にかけて、うん、うん、ごちそうさまでした。大切に思う気持ちをどう伝えればいいかわからない今のままでも未来は平気でしょうか。後悔はないですか。嘘はありませんかと聞けたらどんなに楽だったでしょうか。